読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発大谷が甲子園。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。打ちました、ファールボール。いいストレートですね。インロー、指にかかったストレートで空振り。ワンボールツーストライクと追い込みました。引っ張った。バッターは2番に入っている丸。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー大谷、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。インサイド落ちました。バッターは DH マギー。ツーアウトになっています。さあ2球目は何か。インロー、ボール先行です。次が3球目。いいところへ決まります。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。いいボールでしたね。はい、低めにストレートが決まっています。2ボール2ストライクです。振っていきましたが三振。3アウトチェンジ。さあこれからジャイアンツが守備につきます。吉田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが初球。最初は変化球できました。内へ持ってきましたが外れました。ボール先行です。高めはボール、ストライクが入りません。これが4球目。アウトコース打ちました。バッターは2番に入っている山田。野上、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。バッターボックス丸。ツーアウトランナーありません。改めてお聞きします、この丸どういうバッターなんでしょうか。どこに投げても大きいのを打たれそうな、投手からすると非常に嫌なバッターですね。ああそうですか。インハイ際どいコース、ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。引っ張った。バッターボックスには4番メヒア。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ初球は何か。最初は変化球できました。ボールになります。引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば先制。ジャイアンツ先初球は何で来るか。初球打ち、ついに最終回を迎えました。追いかけるジャイアンツの攻撃、4番バッター長嶋。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。簡単に終わらせたくないですからね、頑張ってほしいですよ。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょう。打ちました。打席には5番バッター岡本。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。引っ張った。バッターボックスには6番ゲレーロ。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが4球でツーアウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。インサイド空振り、162キロ。インサイド打ち上げました。打球はセンター、外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合